南部町は和歌山県日高郡にある町。梅の生産量は日本一であり、梅の代表品種として知られる南高梅発祥の地である。大梅の生産量とともに梅干しの生産量も日本一である。南部町の木は梅菓子であり、梅菓子を使った、瓶ン炭の生産では2005年に日高川町が誕生するまでは日本一であった。 梅の栽培と梅干し生産が盛んなことから、町民に対して、梅干しで、おにぎりを奨励する目的を含む、おにぎり梅干し条例を2014年に制定している。梅関連産業は、生産農家だけにとどまらず、梅加工業、流通業、小売業などへの波及効果が大きく、地域経済の基幹産業となっている。町では、町役場内に、 梅花を設置し、一貫した産業振興を行っている。また、水産業についても、黒潮に近いこともあって、伊勢海老やイワシ、アジ、サバ、タチオなど魚種が豊富で、水揚げ量も多い。名産品各郵便局には、郵貯銀行の ATM が設置されており、南部郵便局では、ホリデーサービスを実施。南部町内の郵便番号は、 645から 00xx645 から 02xx となっている。国内、海外ともになし。南部べきこれら梅栽培地が、田辺市と合わせ2015年に、国連食糧農業機関の世界重要、農業遺産システムに登録された。ありがとうございます。